ばんは、五十嵐玲です。先週のオールカマーはちょっとだけマイナス配当となってしまったものの、本命のレイデオールが1着に好走してくれまして、3連複の5点で的中することができました。やっぱ好きな馬が勝ってくれて馬券も当たるっていうのはやっぱ嬉しいですね。はい、で一方神戸新聞杯はスタートでエポカ道路がつまずいてしまったんですね。私あの現地で見てたんですが、もうめちゃくちゃびっくりしました。もうヒヤッとしたんですが、でもその後ねめちゃくちゃ頑張って4着となったんですね。あれすごいなと思いました。で仕上げ面からもそう未完成な状態ながらのあのレース内容ならば、これはね次回も本命にしたいなと思いました。でそして今週はいよいよですね、2018年秋の G1 シリーズ開幕戦となるスプリンターズステークスが中山競馬場で今年も開催されます。 G1 戦線初戦から混戦模様のメンバー構成となりましたが、今週は3連単で的中を狙ってみたいと思います。それでは今週もよろしくお願いいたします。まず予想をする上で重要になるのがローテーションの部分ですよね。セントールステークス組、キーンランドカップ組、北九州記念組の3つのどれかのレースから挑んできている馬が昨年以外は馬券に絡んでおり、要注意したいと思います。そして安田記念組も近年好調なのも、ね、ちょっと頭の片隅に入れておきたいなと思います。そして気をつけたい点として、リピーター組に注意です。過去にスプリンターズステークスで好走したことがある馬の復活的な好走パターンは過去にも多く見られるので、このレースで過去に好走した経験があるかどうかというのも注意したいと思います。以上の2点から今年のスプリンターズステークスで本命に選んだのがレッツゴードンキーです。桜花賞を優勝したキングカメハメハ3区の馬です。 G1 2着の経験が何かやるかと思いますか？実は5回あるんですね。ね、5回、 G1 2着の経験が5回と非常に惜しい戦績を残しておりますが、前走のキーンランドカップでは2番人気ながらにして5着と掲示板止まりの結果でした。で前走のレース内容を振り返ると、この馬にしてはスタートから比較的後方からの競馬となり、最後は大きなコースロスを出しながら外に回しての5着だったので、実力を出し切って負けたという印象よりも勝ったナックビーナスに展開面で有利だったというレース内容でした。叩き一戦をして2走目となる今回は状態面の上積みも見込めますし、前走のレース内容から考えても着順は度外視して改めて期待が持てそうです。で鞍上にも最近調子をまた取り戻してきている岩田騎手が予定されているので、そろそろこのコンビでもう一度 G1 タイトルをつかむ瞬間を見たいと思って本命にしました。続いて対抗に選んだのがムーンクエイクです。ケオハイスプリングカップを優勝したアドマイアムーン3区の馬ですね。今回予想する上でこの馬の評価にかなり悩みましたが、過去の戦績を見るとマイルを中心に使っていた馬が距離短縮でこの馬の切れ味をさらに生かすという方向でこの舞台に挑んできていると思われるのですが、前走のキーンランドカップで9着と大敗したことで距離適性に対する不安死がね、ちょっとねそういう声も多いようですが、でも切れ味勝負のこの馬にとってかなり前残りの展開だった前走はあんまり参考にする必要がないと考えられそうです。むしろケオハイスプリングカップの時のメンバーを見る限り G1 クラスの馬も揃う中で勝ち切ったレース内容から見てもこのメンバーならチャンスがあると見て2番手評価にしました。
ですね。あとは両馬場での開催となってくれればかなり面白くなりそうです。そして押さえておきたい馬として香港から遠征してきたラッキーバブルスで、中山で馬券を飛ばしたことがないナックビーナス、そしてセントールステークスを優勝したファインニードル、それからスピード勝負なら遜色のない大名プリンセス、そして穴馬に選んだのはワンスインナムーンです。昨年のスプリンターズステークスを3着に好走したアドマイアムーン3区の馬ですね。昨年はこのレースで好走した後香港に遠征しました。それからそのレースで大敗してしまいまして、なかなかこの馬らしい競馬がねそれ以降できなかったんですね。でも前走のトキステークスでようやく復調気配を感じるレース内容を披露してくれました。で昨年のトキステークスも優勝をしているのですが、その時よりもタイムが1秒縮まっており、明らかに能力の成長とあとは調子の回復を感じるレース内容でした。で今年も人気がちょっと薄そうなので、これは穴で狙ってみるのなら面白そうです。では今回は以上の7頭を3連単2頭軸マルチに本命のレッツゴードンキと対抗のムーンクエイクを選びました。で相手が5頭の30点で的中を狙ってみたいと思います。今年のスプリンターズステークスはちょっと波乱が起きるかなと見て穴狙いで予想を組み立ててみました、皆様の予想はどんな感じでしょうか。私は今週は万馬券的中を期待して観戦してみようかなと思います。それでは今週も皆様からのチャンネル登録をお待ちしております。ではまた来週お会いしましょう。